皆さんこんばんは。初見さんは？違う、初見さんもこんばんは。こんばんは。デニスさんこんばんは。はじめまして、初見さん、わしょわしょい。皆さん大好き。今日はツインテール、そしてパッツン。誰だこの人は？誰なんだい誰なんだい。言い方は誰、 R をたくさん入れることです。今日は30分から1時間ぐらいやろうかな、配信をっていう感じです。パッツンテール、確かにパッツンテールだね。こんばんは、初めましての方もこんばんは。ウィーウィー、こんばんは。ピーズキです。なんか久しぶり。こんばんは、こんばんは。ツインテール可愛すぎる。あ、本当？久しぶりだな。なんかあんま配信とかだとおろしがやっぱ多いからさ、そんなの、もしもなの。チェイス、こんばんは。昨日の話し会楽しすぎて5分じゃ足りなかった。そう言ってもらって嬉しい。私も全然足りなかった。みんなと喋りたくてもさ、気づいたらさ、5分とかさ、そんな数十分とかもさ、何 ?1 分とかなんか余計さ、ありがとうしか言う時間ないよ。本当に。おんぶありがとう。緊張してごめんねって。緊張、私も緊張いつもしてるの。おんぶは。なんかみんなと喋るときってめっちゃ緊張するのは、みんなもそうか私だけかと思ったら、みんなも今緊張してるって書いてたわ。木月先生です。今日も可愛すぎるって。まさかこれチンテールのモノマネする前振りか？違うよ。チンテールあれなんでしょ。でも怪獣からのこのツインテールって呼び名なんでしょ。ヘアエイジいつも自分でやってますか？どれもタイプすぎる。自分でやってるよ。自分でやってます。木月選手は自分でやってます。結構なんか逆に普通のシンプルめの団子ができないの。だから編み込みとかいろいろしてやっと団子とかそういうのができる人だから。そうね、そんな感じ。ヘアアレンジはなんだろうね、なんか好きなんです、やってます。今日もここに三つ編みが、ここに持ってきてツインテールするの可愛いよね。あ、トマさん可愛い、ありがとう。ニュアスケさんこんばんは。イッティさんこんばんは。もし時間足りんかったらで、本当に足りなかった。私もみんなともっと喋りたい。十分じゃ足りなかったらどうしましょう。本当に次からどうしましょう。こんばんは、こんばんは。ゆるい上司さん、はじめまして。オンバーありがとうございました。なんかいろいろすいませんでした。なんで謝らないで。どうしたの？いい感じの服ですね。今日はなんか地雷っぽくなりました。気づいたら私らしくない、私らしいのかもしれない。久しぶりに黒いフリフリを着ました。ゆりじょいさん、はじめまして。はじめまして、初見です。かわいい。ありがとう。今日すごい噛みまくってます。ありがとうございます。キイズキナオです。18歳です。12月25日生まれです。クリスマス誕生日です。よかったらツイッターの方へ飛んでもろてフォローしてください。もうドストレートにお願いしちゃう。昨日電車乗り過ごしちゃったので、そう、びっくりしちゃった。本当にいろいろ書いてたらさ、ファンクラブのやつを書いてたら電車乗り過ごしました。そんな時もあります。こんばんは。編み込みもいろんなパターンってすごい可愛い。そう、裏と表の編み込みと、これはただ普通に今三つ編みしただけだよって感じです。普通の三つ編みをしました。来月オンバー、キリキ選手の誕生日のクリスマスにぜひやってほしいな。運営さんお願いします。私のクリスマスの日にどうなることやら。お話し会しやすぎましたって、ありがとうございました。魔法使いかと思った。ぴょん、モコニャン、こんばんは、こんばんは。スーちゃんのアバターでこんにちは、こんちくわ。小山さんこんばんは、こんばんは。ルシさん可愛い、ありがとう。可
可愛い10個もね。りょうちゃんわしわし言ってくれてありがとう。地雷っぽいのは久しぶりかもね。そうだね。ウリボーさんこんばんは。りょうちゃん、あ、トトイありがとう。トトイ器用で羨ましい。え、器用じゃないん、あ、器用なのかもしれないじゃあなんかヘアアレンジどうなのな。なんかやっぱ小さい頃からダンスとかいろいろやってたから、その流れでなんだろう、宝塚とか好きになったのね。でそれで宝塚の娘役さんとかがすごいヘアアレンジとかやっぱ自分でやってたりとかしてすごくて、でそれに憧れて私もヘアアレンジするようになって、で今に至るから、なんだろう、楽しんでやれば大丈夫楽しんでやればみんな不器用でも器用でも上手くなります。こんばんは、学園さんこんばんは。今日かわいい、え、今日かわいい、今日かわいい、あとカラコン変わったから今日だけかわいいゆうちさんかわいすぎ、ありがとう。ゆうちさんこんばんは。俺は魔女かと、え、魔女だと思われてる。魔法使いでいいんだけど、黒魔術得意そう。今日黒魔術使えそう。あ、これ忍者だった髪の毛巻くのすら大変。え、でも私もこの長さで巻くの大変です。苦手です、めっちゃびっくりするほど苦手なの。今この前買った新しい iPad で配信見てるよ。え、新しい iPad 買ったんですか。私はこれ私はこれ。今日の服かわいいね。地雷っぽくしてみたよ。あ、なぜかっていうとね、今日なんか私最近ちっちゃい黒いバッグをね持ってたんだけど全然持ってたんだけど、そのバッグがいつ買ったのかな、中学生とかじゃない、それこそ。私物持ちいいからさ物持ちいいんです。私はすごく大切に使うの でなんだけど、さすがに色あせてきちゃって、黒なのにバッグがね、バッグが黒なのにさすがに色あせてきちゃって、で新しいバッグを買おうと思って今日でそれで出かけようと思ったんですね。で出かけてきました。で出かけてきて購入したバッグがこちら、じゃじゃん、見て、うさ耳ついてるの可愛くない。でこういうこのバッグのお店が地雷服系、なんかこういう黒系の服のお店だから、あのあまりにもちょっと場違いな服を着るのはちょっとやばいということでそう、店員さんに接客してもらえないとか思って、こういう服を着てこういうバッグを買いに行きました。かわいいしょ、かわいいしょ、かわいいね、かわいいかわいい。でもねこれラスイチとかだったの、ラスイチとかで現品だけだけど、でも可愛かったから買っちゃった。可愛かったしいいやって思って。あ、中さん虹星ありがとう。あ、あとこれ書いたよ、見えるかな、写真を撮るんだ、後で拡大してみる。5、4、3、2、1、拡大バージョンです。見えるかな、5、4、3、2、1。見えたかな。オンボ接続できず お迷惑をおかけしました。どんな服だったかな、ピンクですね。私、あれさ、それ何、夏用の服なんだけど、夏着るとさ、ちょっと汗がさ、気になっちゃう色の服だから、なかなかさ、着ない服だからレアだったんですよ。もっと魔法かけてほしい。深い魔法をかけ、深い眠りについちゃダメだよ、それは私が悲しくなる、寂しがり屋の私が。大好きちゅー、おしゃんや、え、いいでしょ、今日の、今日は可愛いお洋服で、今日は可愛いお洋服、しかもね、これね、これもね、セーラー服みたいになってんだけど、これもうさみみたいになってんの、可愛いでしょ。あ、ガラスの靴だ、ニッキーだ、ありがとう。ルイジさんハート100個ありがとう。ヒロさんありがとうって、ありがとう。ハートたくさんもらった。深い眠りに落ちそうになりながら見てます。まあ、まだ9時です。まあもう眠いのか、お疲れなんだな。昨日のピンクの服は大人っぽい感じでよかった。あ、そうだね、確かに
大人っぽい系の服ですね。あれどこだっけ、どこだったか忘れたけど、ブランド名は忘れちゃったけど、おシャンティーな店で買いました。そんな記憶があります。キンキンさん、わしわしおい、こんばんは、はじめまして、キズキナオです。かわいい絵だねって、そう、タワーくれたりしたらこれを描くようにしてます。よいしょ。キユキ選手、今日のテンションにはついていける。え、今日のテンションはついていける。私前回どれぐらいのテンションだったっけ。スイッチでも変えてよかったね。うん、変えてよかった、本当に。かわいいうさぎさん。でもちょっとさ、壊れそうだから、ちょっと縫い直したりいろいろしよう。ここなんか尻尾ついてるんだけど、ちょっと取れそう。心配だわ、それだけが。それだけが心配だわ。どこのショップ、ブランド、え、どこだっけ。でもあれ、原宿です。原宿なの。原宿、友達がこれを写真で見せてくれて、で、これ、可愛くないみたいな。え、原宿でさ、これおそろっちでもいいか買いに行こうよって言われて、友達と買いに行きました。これ白とピンクもあって、友達は白を買ってました。猫の耳、うさ耳です。バイさん、フォローしてくれてありがとうございます。キュンです。肌触り良さそう。肌触りめっちゃいいよ。なんかスベスベしてる。私こういう系の、こういう系の毛が好きです。毛が好き。こういうの好き。でも多分さ、こういう系のモフモフ系ってさ、匂いがさ、つきやすそうだから、ちょっと一回、どう、洗えないのかな？どうにかしようって感じ。ズズズズズズズ、変に小さい。尻尾がなくなったらショックだな。それな、だからちょっとちゃんともう少し縫い直そうかなって思ってるけど、でもなんか意外としっかり止まってるし、なんか微妙です。セブンさん、フォローしてくれてありがとうございます。キンです。明日のショールーム気になる。気になるでしょ。気になるでしょ。私も気になるんだよね。私も気になるから、ちょっとみんなで見ようね。ファブリーズで匂い消しましょう。ファブリーズ臭いから、臭いからで苦手なんだよね。だからあれです、自分の香水つけて自分の匂いにします。アンチファンの衣装と同じ触り心地。あ、ちょっと違うかも。アンチファンの衣装とちょっと違う触り心地かもしれない。また別の感じのモフモフ。え、でもこういう服に合いそうでしょ。確かにこれから私のバッグは普段からの、多分これになります。普段からこれになります。普段用で買いましたから、どんどんじゃんじゃか使っていきます。黒に合ってるの、明るい色の印象を勝手に持ってたんだけど、え、私逆だよね。逆だと思います。私黒系の服基本的に着るの。あ、なっこさん、キールペンの人ありがとう。あ、ひーさん、あれ、ありがとう。あ、なっかさんの馬車だ。今シンデレラシーズンなの。なっかさん、ありがとう、ありがとうございます。シンデレラ、シンデレラ、私シンデレラ、私シンデレラ違うわ。ちょっと待って、あれなんだよな、シンデレラのあのガラスの靴とか1階に飾ってあるんだわ。シンデレラって何？あ、ビビビディバビデブーだ。なんかさ、ビビディバビデブー、ハートに変身。はじめましてこんばんは。ヒガモンさん、はじめましてこんばんは。ばんは、ばんは、ばんは、こんちくわ。金足、大人の階段登る、君はまだシンデレラさ、みたいな曲ありませんでした。いい情報かな。ちょっと言ってごらん。私知らないんやって。本当にそのバッグかわいいよ。それな、これマジかわいい。うさみみちゃん、ピアノの鍵盤の上にある布と同じ材質。ピアノの鍵盤の上にある布。逆にわからん。え、なんかあるよくあるさ、ふわふわのさ、ジャンバーみたいな
パーカーみたいな、それと同じですね。私が持ってる黒いそのモフモフと一緒なので愛用します、これから。これからね、なんかいい情報の予感。明日は多分いい情報であってほしい。でもいい情報じゃなかったらさ、基本公開されなくる。杏仁豆腐の匂い、杏仁豆腐の匂いね。なんか一応杏仁豆腐の匂いって書いてあるんだけど、杏仁豆腐じゃないよな。ファブリーズ臭い、ファブリーズちょっと臭い。ピンクの服は新鮮な気がした。ピンクの服、しかもあれはマジで新鮮です。私はせっかくやからさ。こんばんは、シンデレラよりチェーンソーマンが好きです。最近流行りの何、なんかちっちゃい犬の可愛いやついるよな。あんたはいくつや。私は18歳、もうすぐ19、12月25日で19歳になります。止まってる。え、今は23、楽しみです。私も楽しみです。ライブ久しぶりだもんな。だって前回出れなかったから3日、11月3日からライブ最後か。え、20日ぶりってこと？違う、その前にもなんかあったけど。 H2O の思い出がいっぱい。 H2O ってなんだっけ。水？水の思い出？ H2O 水か。なおちゃんも配信見るのかい。え、見る見る見る。出演しないもん明日。とりあえず21と23のライブ行くのでお手柔らかにお願いします。お手柔らかに、お手を柔らかく、お手柔らかに。うちは修正完成した。あ、黄色いやつ完成したの。見よ、ツイートした。見よ、思い出がいっぱいでした。思い出がいっぱいでした。水、水の思い出がいっぱいでした。思い出がいっぱいだったの。今は思い出新作ってるの、現在進行形。レッドさんこんばんは。ゆうちゃんライブ行きてー、行きてーがもう私のやつに洗脳されてる。行きたいがもうあれだわ、生き抜く方になってるわ。人生。リカちゃんライブ行きたい。今日は電波大丈夫そうかな。ライブ行きたい、ライブ待ってる。ゆしうみさん、 H2O 懐かしい。何 H2O ってなんだ。古いアルバムの中に隠れて、誰かな、大人の階段登るみたいな、その曲歌ってる人なのかな。わかんないや、私そこしか、ワンフレーズしかわかんない。ゆうちゃん大好きちゅー。またゆうちゃんな、ウェイ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 。一緒にコメントしような、明日ね。眉毛じゃん、眉毛じゃん、どう、眉毛を動かす。絶対コメントしような。いやマジでマジで絶対コメントをしようとした方がいい。なんかさ、気持ちいい雰囲気になっちゃったら嫌だなって。メンバーだけど私あの限度がさ、どれぐらいがいいのか分かんなくて、やったやったですごいたくさんコメントしちゃうから。あー、そういうこと。リムさん、そういうこと。続きか。美しく生きろまた聞きたい。美しく生きろ私もまたやりたい。上さんやらせてください、美しく生きろ。大人の階段登るって歌った歌だよね。あ、そうなの、思い出がいっぱいって曲名なんだ、初めて知った。教えてくれてありがとう。どうちゃんのパフォーマンス見たい。私も踊りたい、踊って歌いたい。今日メール返信できずにすいません、問題ナッシングだよ。歌ってる人たちですわ。あ、そういうことか。タワーじゃなかった、タワーはさっき中さんが投げてくれて、ライトさんは今クマがくれた。
しのちゃん、しもちゃんです。電波大丈夫って言いたいけどバイトの帰り道です。あ、バイトお疲れ様。アルバイト、アルバイトは私はあれだもん、あのマックの厨房の人とアクセサリーショップやったことある。でもマックが一番長い歴としては個人的にはメンバーと一緒にコメントできるのは楽しいからどんどんしてるし、あ、本当？オッケー。限度を考えながら頑張ります。私でもさ、なんか本当にメンバーの会話って面白いじゃない。だからラジオみたいにさ、こう聞き流しじゃないけどそういうことも多いから、やっぱりたかねのなでしごとトゥル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 だんだんだん、あ、迷いはない、後悔なんてない、この日のため生きてきたんだ、自分落として限界決めてたらそれを聞いた自分が泣くよ、人生は一瞬で若さを、なんだっけ、ダダ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 、天に向かってまっすぐに誰の手も届きやしない毛長く美しい花に僕はなりたい、戦う覚悟あるものよ。長いよってね長いよってね、こういう曲です。美しく披露はミクルのスズメ可愛かったな、うち嬉しかったでしょ、これでしょ、ピョ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 。選手はダンス経験者なの？そうだよ、多分メンバーの中で一番ダンス歴長いんじゃね、わかんない、それはわかりませんそれはわかりません。でも小さい頃からダンスやってます、3歳ぐらいからやってます。しかもいろいろやってるんだよね、ダンスいろいろありました。小さい頃からヒップホップもやったし、モダンダンスもジャズダンスもやったし、新体操もやったことあるし、ベリーダンスもあるし、あ、でも一番得意なのはジャズダンスかな。あとは何やった、でもいろいろやったすーちゃんが今大人の階段登ったり降りたりしてる、降りてんのあれちょっと寒くなってきたね。え、今日さ寒かった今日から寒くなって言われたんだけどさ、私さすごい薄い、これ薄いんだけどすごい薄い格好で外出ちゃった。キリキナオちゃん眺めたい気分、高根の直選手、高根の直選手眺めてもらって、私を高根の直選手を眺めてマックいたんだ、私も仲間、そうマックの厨房の人でした。その時は直ちゃんに接客してもらった、だから厨房の人だってばファン以上にコメントしてみてほしい。え、やば、ちょっとどうしよう美しく生きろ、メロディーかっこいいよな。わかる、私美しく生きろってなんか本当に私の気持ち、私の気持ちっていうか私たちの気持ちとかもそうだし、それがなんかまんま綺麗にこう言いたいことが詰められてる曲なの、私の中でね。それだからすごい大好きなの。また聞きたい。あ、美しくなんじゃそんな感じだったらさすがに忘れてね、だって1ヶ月経っちゃうよ、こんなこんなことしてたらさ、気づいたら。今日のために生きてきました、今日のために生きてきました、毎日お疲れ様です。いやでもマジでさすがに忘れちゃうね、美しい息をかっこいいのに。なんやかんやで自分の限界決めずに頑張ろうって曲やんなまあそういうこと。あとは私たちのサビのところだとなんか共に戦うものよみたいな感じなの、だからみんな含んでるのそこが好き、一番共に聞いて、共に来てく、共に来てくれやしないか、命をかけて咲かせよう、美しく生きろみたいな感じだから。ダンスマジキレキレかっこよすぎるって、私本当にダンス好き、美しく生きるの。3歳？3歳？私が3歳？
なおちゃんキレキレダンス嬉しい。そうダンス、そうそうダンス、癖が強めで、今日も癖が強めですね。あやは叫ぶって言ってなかった確か。え、どこだっけ、誰か言ってたっけ。あ、言ってるわ、なんかどっかで会った気がする。私歌わりのところだけ分かってないでもサビがめちゃめちゃいい。曲名覚えるの苦手なので全部忘れちゃいます。覚えられるようにしたいね弟推しなので手が出てきてるし弟推しなの、弟まだ手しか登場しないのに、ネットでSNS で手しか登場しない弟ですが、よかったらこれからも皆さん弟の、まあでも皆さん弟のファン自分はわけでちょいのバイトしてた、時給450円だ。え、最低賃金大丈夫そう、そうなの。美しくちょっと忘れてきた、早く聞きたいね。私も早く聞きたいもん、私も早くやりたいもん別のハンバーガー屋でバイト、いえ、いつも厨房も発注もやってリーダーしてた。え、優秀な方じゃないか、それって。僕は人間の盾になります。なるほど、人間の盾になる私が怪獣だから。お、そうぞ。明日の配信がドキドキして、今日眠れるかな。眠れ、体調悪くなっちゃうから眠れないと選手だ、スピード感あるから残像かと思った。え、本当スピード感ある。まあね、確かにね、ここはねちょっと難しいんだけど、なんか結構お揃いダンスって、お揃いの方が結構うまく見えたり、やっぱいい感じ見えるんだけど、私そこねちょっと突っ走りがちなんだよね。そこはちょっと目標ですね。3歳からダンスやってるって何事、すごい。え、そう、3歳からダンスやってるの。あかね先生って厳しいの。え、あかね先生、あ、でも厳しいと思う、厳しい方だと思うし、でもすごい、私ダンス好きだからすごい楽しいよ。 D ちゃんが言ってたのは覚えてる、愛を叫ぶ。あ、わかった。愛を叫ぶ、その姿醜いと言われても、生き様に誇りを持ち戦うの部分だ。旗を掲げろ、さあ行こうかみたいな感じのところですね。可愛いって言われたいの。フリーダンスまた見たいな。ぶりっこして悪いか、可愛く見られたいだけじゃんおばあちゃん推し、あ、祖母推し、平穂さん祖母推し。ちなみにおばあちゃん、あれは大分とか、あの九州の方のおばあちゃんなんだけど、私の同じこっちの方に住んでる、関東の方に住んでるおばあちゃんはまだ登場してないんですよ。弟の手押しです、手押しですか、弟の手押し、みんな手押しだった朝、なおちゃん可愛すぎ、服似合ってね。本当、朝はじめましてなの、配信で。こんにちは。選手とか年下に見られるかもねみたいな、その話をこの前姫にとしてた。あ、この前っていうか、私は特に今パッツンとかこういう髪型とかしてたりすると幼く見えますね。あと精神年齢が低いからしょうがない。ひじきなおちゃんのライブ写真パシャパシャ撮りたいって。また撮影解禁みたいな日来ないかな。 DT 弁まだかなCT 早く出ないかな。手を敷いた、手を敷いた、みんな手を敷い、弟のあの手の持ち主がヒース選手一に帰るって言った子なんか、なんかじわる。そうだよ。弟くんは手柔らかいんですか。柔らかくありません。弟くんは硬いです。私だけです、手が柔らかいの美しく生きるは早いよね。そうだね、テンポが早いからいいよね。今日は4時頃起きなので眠いです。え、4時朝の、つら、お疲れ、お疲れ、カツカレー。配信始まる前にお昼寝しちゃいそう。え、私が LINE じゃない、あの Twitter で通知する。どっちの寿司の写真で影響されスーパーでお寿司を買ってよ。あ、私あれだ、海鮮苦手なのにお寿司屋さん行って行ったやつだ。あかね先生会ってよかった、人生で一度会いたかったって言ってなかった。そうだよ、だってもともと高校とかも、あかね先生がいたその富岡なんとか高校に行こうか考えてた時期とかもあったもん、ダンス部に入りたくて。ワンフレーズだけでも木崎選手の歌のうまさがわかる。え、ほんと嬉しい。そんな
下手ではなのかよくわかんないけど普通です。なおちゃん推しです。ゆうたろうさん、なおちゃん推しです。今日も楽しまし楽しまし、おも買って読みました。本当私何言ってたか覚えてないんだよね。私も買いたいな、買わなきゃ。買いでござる、買いでござる、おじゃる丸。のおちゃんが可愛いから今日めちゃくちゃ嫌なことあったけど幸せ。何嫌なことあったの？それはちょっとかわいそうだな。元気出せ、元気出せ。私があまり使わない香水かけてあげるよ。これあまり使わない香水、あ、いいね。精神年齢は自分では何歳だと思います？小学5年生から中学3年生。確かにパッチンのズバブに強いかもね。そうなの。何、杏仁豆腐が好き。6歳弟くんは誰推しですか？もうな、弟くんは高猫のこと全然なんか見てくんないの。それがひどくない？姉がいるのに誰もおすすめしてるんだよ。でも誰も見てくんない。弟は二次元が好きなの。こんばんは、たくさん。牛丼食べたよ。牛丼食べたの。明日うな重食べる。おお、豪華や。うな重豪華や。食べられるお寿司のネタは、ウニ、イクラ、ホタテ。ブブイダンスのあかね先生もな。そう、最近弟が父に帰るって言われた。ちょっと大人になったんだけど、そう、最近言われなくなった。うざいとは言われるけど、美味しいものは嫌いなものでも食べれる。どういうこと？美味しいものは嫌い、美味しいものは嫌いじゃないだろう。アレルギーとかそういう話？こんばんは、こんばんは。やっぱりなおちゃん見てると元気出る。本当？よかった。元気出して。いい匂い。あ、匂い伝わった？めっちゃいい匂いでしょ、これ。あ、もう嫌なことあった。嫌なことあったの？みんな嫌なことあるの？元気出して！嫌なことは全部忘れるんだ。嫌なことは忘れろ。おとりしさん、パチパチありがとう。おとりさん、おっぱいありがとうございます。おとりしさん、おっぱいありがとう。コメントにしてるからあれだ、アイテムが見えないのね。寿司ねえはスーちゃんよりした説ある。それかスーちゃんか女だし。気づけた飯がまだなのでこれから頑張ります。私もまださ、今日の夜ご飯食べてないんだよね。食べないとお腹減っちゃった。お出かけして帰ってきて今配信しようかさ。俺も杏仁豆腐になりたい。どういうこと？杏仁豆腐になりたいの？真っ白真っ白、あ、真っ白。服着ればいいんじゃない？で、あと日焼け止めをすごいたくさん塗ればもっと白くなって、うん、あ、鼻だけ赤くしよう。あの、よくある桃のあれです。なんかあるじゃん、杏仁豆腐の上に乗ってる。鼻だけ赤くして。お得って出てるだけちゃんと応援してくれてるよ。あ、でもツイッターとかインスタとかよくわかんないけど、なんかちょくちょく SNS は高根のなでしこ見てるらしいですよ。弟、おととく二次元派かって。そう、一応そういう風に自分で言ってる。弟が、私も二次元好きだから弟くんと気が合いそう。二次元好きなの？私も二次元系で好きっちゃ好き。なんかいろいろ最近本読んでんだよね、ミステリー系の本。姉が高猫の幼いとこ書き押してほしいよ。弟を誰押しとか言ってほしいもん。なのに、なのに弟が二次元ならママちゃんにオーラちゃんにしとこうって。で、なんか弟の絵、その二次元がね、よくわかんないんだよね。なんかいろんなものが好きなんだろうね。私みたいに多趣味なんだと思います。でも仮に自分の姉がアイドルだと想像したら無関心かもな。あ、逆にやっぱそうなんかな。思春期は照れちゃうのよ。あれは、やっぱ照れちゃう、あいつが。ベルボーさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。わしわしおい。弟くん、マジでライブ来てくんなかったし、ファンミーティングも。意味わかんないよね。意味わかんないよね、とか言う。意味わかりません。なんちゃん、こんばんは。ふぅ。シエさん、ハウジュッコ、みんなここに野菜に来てます。ミキはちょっと深い愛を受け取っても、あ、受け取る準備をしてもらって。お話し会チャージできたから、ずっとルルン。
チャージマックスチャージ。私ね昨日あのあとモンスターのあ違うおひうん違う夜ご飯間の休憩時間にカップラーメン食べてたんだけど天下一品のそれで一緒に同時進行でピンクのモンスターを飲んでたのね。でそれでめっちゃ元気だったの。めっちゃ元気だったんだけど、そう、その元気な状態でさ寝るじゃん。次の日朝起きたらすっごくだるかった。今日の朝ね、ということは今日の朝すっごいだるくて、本当にモンスターってやばいんだなって思った。なんかさミクルンナンパしない注意ねえ、ミクルンナンパしがち、可愛いのが好き。あのかでミクルンは本当に私のね、昨日はミクルンと喋ってたんだけどマジで顔面が好みなの私の。アイドル偉大、顔面から光を放って無で光らせる。今日いいことあって、配信見てること、あ今日配信確かにナイス。今日は久しぶりの配信だしね。明日とか明後日とかも配信どんどんできたいな。明日はちょっとわかんない、昼頃やるかな、なんか適当に明日やるかもしれない明日ちょっとやるかもしれない、でも夜ではない時間にやろうかなって思ってます。わかんないけど明後日になるかもしれないそこはわかんない。明日は 100% 気分なのであまり期待はしないように。明後日とかの方が、明後日し明後日とかそっちの方が確率は高いですね。例えばお肉が嫌いでも高い美味しいお肉とかな食べれるってことな。マグロは食べれなかった私はアクティーさんベルボーさんの場所はしておいててくれてありがとう。今日は1週間始まって嫌だったけど昨日の話し会の余韻で頑張れた。え確かに今日月曜日か、大丈夫、ジューシーさんはこれからも頑張れる。ミキーありがとう、わしわし言ってくれて。嫌なこと定期的に思い出すので全部記憶してるかもよ。え私さあれなんですよ、嫌なこととか忘れちゃうのこれはガチ嫌な、いや逆に嫌なんだけど忘れちゃうから、あまりにもねびっくりするほど忘れちゃうの。本当に忘れるんだよね、忘れるっていうか記憶がないの本当に。なんか嫌なことはあったんだろうなっていうそういうのはあるんだけど、次の日だったらガチで忘れて、何に怒ってたんだっけ、何が嫌だったんだっけ、なんだっけそうなっちゃうの私基本的に。であんま引きずることないんだよねでもあの交通系 IC カードをなくしたことについては深く引きずっておりましてですね深く引きずっておりましてですね、全然毎日電話をかけてますが未だに見つからないので、もうそろそろ諦めようかなと考えております画面白に鼻だけ赤はピエロか、しょうがねえ。オラフ、あオラフという意見もありますね。パパマー誰推し、え箱推し圧倒的、しって言うなら気づき推し今日のミュージカルのお話を少しお願いします。あ、そういったのたまたま TikTok で久しぶりに宝塚系のやつが流れてきて、それで私も DVD を見直そうと思って DVD をちょっと軽く見直したわけですわ。そして疲れてピンパーネのを久しぶりに見たら、ちょっとスカーレットピンパーネのそのキャラクターたちが本当に本当に素晴らしい。本とかも持ってるんですけど私は本当にいいんですよ。なんかミュージカルの方は一かけらの勇気っていう曲があるんですけど、カラオケにありますよちなみにちなみにカラオケにあるんですけど、すっげー低いんだけどね音程は低くて私歌えないんだけど、あのキーをめっちゃ上げないと、めっちゃいい曲なの本当に。一かけらの勇気っていうこの題名だけでも素晴らしいのに、勇気もらえる曲なんですわっていう話スーちゃんも本読みたいみたいだから、なおちゃんと趣味合うから借りよう言ってて、あいいかもしれない。ホラーミステリー系の本が多いけど私身内がアイドルだったら自慢なの。じゃあ絶対さコメント遅れてるから、ちょっと目に通しながら飛ばしちゃうかもしれないけど、読むのはねちゃんと目に通してるんで。スーさんハートありがとうございます。
上に行きます。サンシャインです。地球モンスターの効き目は本当に半端ない。いや本当にモンスターやばいっすわ。なおちゃんとお話ししたっていう特別いいことがあったから悪いこと起きたんだなって今思った。えなんか悪いことあったら絶対でもいいこと起きるからこれは私が保証します。私はよくあるこれは。こういうこといいことあったら悪いこと起きて悪いことあったらいいこと起きる。明日昼に18時やる公式とかぶるスタイルで18時以降は公式とかぶるのは嫌です。私が見たいもん。水曜日に焼肉食べるよって。え焼肉食べるの私も食べたい連れてってよ。いいことだよ。メンタルは最強じゃん。ほんと忘れちゃうのはね、いいことっちゃいいことだけど悪いことっちゃ悪いことだよね。なんかね思い出せないの本当に。 IC カードを早く見つかってもらって。確かに定期3万円なくしたことある。どんまい。でも再発行してもパスモのそれは手に入ったので、6000円分ぐらいのお金はしっかりと戻ってきました。今日の朝お話し会のこと先輩に熱く語り嫌がられました。先輩中さん先輩に気づき直すと中さんの話は嫌がらないで聞いてくださいってなおからもお願いしてましたって言っててください。松本人志の涙を出すお父さん。どうするの。ありえないけどここでうちのパピーが泣いてたらどうするの。私がそういうことを言ってるとバレちゃうやん。黒ガチ。こんばんは。味噌汁さんこんばんは。実況配信実況配信ほぼ初見です。味噌汁さんほぼ初見。嘘。あそんな感じ。あらまこんにちは。こんにちくわかめ。カードケースだけでも見つかるといいね。カードケースもそれももう黄色いやつなんだけど、なんかすーちゃんからもらったバッグみたいなポーチみたいなケースなんだけど、すーちゃんにごめんねってなくしちゃってごめんね落としちゃってごめんねって言いながらこの前謝りました。すーちゃんがくれたのに。敵なくして決戦届いてるの忘れてそのまま保管期限過ぎてそのままなくなったのはある。でも本当に全然見つかない。お風呂入るね。またねまたね。あ追いついたみたい。よかった追いつきました。追いつきました。おめでとうございます。私さてとあれ変なボタン押した。コメント拾ってくれてありがとうございます。いや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 、こちらこそこんにちは。いやわざわざこんにちはって感じですけども、キルギの配信を見てくれるだけでもありがとうって感じなのに。もらい物なくすショック大きいの。それもあったので、しかもさ自分のさカードも入ってるのね。ハッチファンのCD に入ってたカードも入ってたの。それもなくしちゃったの。一緒につい入れてたのに。おいちでパチパチありがとう。先輩に伝えときます。先輩には暇あればなおちの話をして洗脳してよ。いいと思います。これからもなおちのことをよろしくするんでって。なんかさなおちとなおちはなおちはこれからもどんどん頑張る輝く女の子って伝えててください。髪の毛下ろしてるのレアな気するけど理由とかあるの。あれじゃない、アーシャとかも含む指定髪型が一応団子だから多分それじゃないかな。あとは乙女どものパフォーマンスビデオとかも三つ編みでお下げみたいな感じだったもんね。それは一度も見つけるしかないやん。もう見つかんない。本当に見つかんないのとかもう諦めちゃった方法。でも毎日電話をかけてます一応 JR に。JR に電話かけてます。ちょっと違う
けど大好きな友達からもらったコップ割っちゃったことあって本当につらかった。ねえ、わかる。なんかさ、もらい物だと余計さ心にくるよね。めっちゃわかります。のちゃん、おばんです。おばんです。今日は雪が降って寒かったでござる。え、雪降ったの？あれどこだっけ、北海道だっけ、北海道の方だっけ。やばいじゃん、雪だってよ。そんな雪なんて私たち去年見たっけ。それはいつぶり見てないの。全然。なおちゃん、好きなキャラクターとかありますか？好きなキャラクターですか？確かに好きなキャラクターってなんだろう。私その時の気分っていうか、なんていうのなんかその時のあれによるんだよな。ほんと流行り前ブームっていうのかな。ディズニーの系も好きだし、サンリオ系も好きだし、これといってピンポイントがないんです。メイドインアビスっていう漫画のキャラクターも好きだし、チェーンソーマンも全然見たし、あのスパイファミリーのアーニャも好きだし、何がいいんだろう、他に何いるって感じです。あ、缶コーヒーこぼしてしまった。え、缶コーヒーこぼしたの？缶コーヒー匂い大丈夫？あとシミ缶コーヒー、コーヒーはやばいって。友達とキズキと飯食って宣伝しとくわ。あ、もうキズキ持ち歩いてるんだもんね。素晴らしいよね。いつでも宣伝完了。マモモモモマさん、あ、キズキなお18歳、12月25日生まれ、12月25日生まれのもうすぐ19歳。12月25日パンプキンスープを飲む。チーズケーキを食べる。杏仁豆腐も食べる。そういう日。今日そういえば県民の日だね。あ、そう、今日埼玉県民の日だそうです。ちなみにちなみにだそうですよ。なんかツイッターのトレンドかなんかに入ってました。底辺生活さん、底辺生活さん、こんばんは、はじめまして。底辺生活って言うの？あれ、まあサンリオだと何が好き？サンリオだと、うん、黄色で言ったら何？ポンポンポリン？あ、コロコロクリリンも好きだよ。あとね、キティちゃんも好きだし、マイメロも好きだし、シナモンも好きだな。クロミちゃんも好きだし、バツマルも好き。サンリオシリーズ何でも好きなの。ドンちゃん？フルコンボだドン！ドン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 ！ドンドン！今日誕生日、今日誕生日、すげえ。 OK、 永遠の20歳のね。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday Dear Kamakawa さん、 Happy birthday to you。 Oh yeah。 雪降ったら雪合戦をしながら帰るのは学生の頃もね。雪降ったら私はこたつに入る。アイラマね、うまそう、うまそう、ほんと。アーニャピーナッツが好き。よくやってるよ、アーニャのものもね。最近アーニャがどういうのだったか忘れかけてるからちょっと下手になったかもしれんけど、しいたけちゃん、いろんな好きなの教えてくれてありがとう。私はめっちゃ多趣味なのビッグエソー多趣味なの。妹とパンケーキ食べた時にキズキと飯して、帰りの新幹線でキズキと新幹線したよ。あ、見たよ、あれでしょ、チケットと一緒のやつ。クリスマス前なんですね。そうなんです、キズキなんかクリスマスに生まれました。あのうちのマミーがなんか12月24日にケーキを食ってたら、なんかケーキを夜ご飯でこう食ってしばらくしたらお腹が痛くなったらしいです。でそれで卵から生まれた登場って感じらしいよ。ありがとう、実は間違えてした大丈夫、さ、間違えても大丈夫。弟ちゃんは休み、今日休みの日、弟休みだったのかな。今日弟に会ってないわ。そう、埼玉県民の日は何かの学校が休みです。埼玉県民は県民の日ちゃんとがっつり休む日パンプキンスープちゃん最近出てきてないね、ちゃんと覚えてる？パンプキンスープちゃん、パンプキンスープちゃん、なんかなんだっけもう覚えてないですよ。です、キズキ選手、
なんだっけ、めっちゃやった記憶がある。あむきスープちゃん、そうなの？あ、こういう感じでなんか喋った記憶がある。キーキー選手サンリオ DDS 限界。私基本 DD、 あ、でも DD ってさ、誰でも OK ってやってたんでしょ。誰でも OK なわけじゃないよ。あ、でサンリオは正直 DD かもしれん。でも、あ、でも DD じゃないよ。DD ではありません。嫌なキャラクターもないな、ないなんかないから DD かもしれない。ナーニャとドンちゃんが好き。ナーニャフォージャー。友達に無理やりアンチバン CD 配り、高猫復旧中です。素晴らしい。こういうのが一番嬉しいよね。なんかやっぱりさ、友達からおすすめされたものってさ、やっぱネットとかでふいって何見たり流れてきたものよりも影響力があるじゃない。なんか友達がそういえばすごい好きだったなとか、友達がそういえば喋ってたなとか、友達がそういえばすっごい私になんかおすすめしてるなとか、そういうのってなんか仲いい友達だったりすればするほどやっぱ気になるじゃん。え、私もじゃあ見てみようとか、お話に合わせためにちょっと見てみようかなとか、きっかけは何かわかんないけど、そういうのって大事だと思うから。キーキー選手好きって言ったキャラショールームのアイコンにしようとしたのに。え、じゃあどうしよう。じゃあとりあえず黄色だからポンポンプリンにしとくか。のっちゃん、ルームの皆さんありがとうございます。いや本当におめでとう、おめでとう、ここの服おめでとう。キーキー選手はこたつで丸くなる。そう、一応猫みたいな感じで。全然雪に興味ないのね。だって寒いもん。寒いもん。なんで冬生まれなのになおちゃんなのって。え、なんで冬生まれなおちゃんなの、なんで。冬生まれとか関係ないんじゃない。しぶつきこんばんは。キリキリよ。県民の日休みなんですね。埼玉県民はそうらしいよ。でもあれじゃない、仕事とかは関係ないから仕事は仕事です。埼玉県民の日は飛ぶの、飛ぶ、ソロ羽ばたけちゃう。ツインかわよ、今日ツインだよ。あはは、卵からもらったんです。私卵からもらったし、うちこれマミーにもらったからさ、知らないんだよね。私ちっちゃい頃の記憶、卵からもらった時の記憶ないしさ、卵の中の記憶もないから、らしいようで生きてます。俺は誰でもじゃない、好きな人が多いだけ。DD イコール誰でも大好き。ディズニーサンリオは DD かもしれない。私。でも女の子アイドルさんは DD ですわ。女の子、かわいい子好きだもん。私 DD なのかな、ちょっと悲しいな。でも、私のおことを応援してくれてる監督の皆さんも好きだから、誰でも大好きなわけじゃない。なんか私のことをそんな興味ない人にはあんま好きじゃないっていうか、あんま見ない、わからない。私のことが好きな人が好き。キリストは多分すごい人だから、同じ日に生まれたキリスト選手は絶対すごい人になる、なりたい。おいさんもなり、いや私も DD、 どうしよう。高音の高音のレシコのみんな DD なのは OK ですか。え、どういうこと。あ、でも高音のレシコは発行しておすすめですよ。私楽しいでも全然深い愛は受け止めますが、全然発行しておすすめだって。みんな可愛いし、みんな本当にメンバーいい子たちなの。だからこそなんか別に一人に絞らなくてもいいと思う。キー精神的には何人かは DD。 え、違う、本当になんか気持ちの問題です。気持ちの問題じゃない。でもさすがに高野なでしこ10人は DD って言わない、発行しって言います。それはだから11人からアウトじゃない。知らないけど。こんばんは、こんばんは、加藤さん、しゅうさん、こんばんは。ポンポンプリンスありがとうで。のうちゃんはなって春っぽいイメージない。え、確かにナッパの女だもんな。
菜の花の菜だもんね。確かに。え、飛ぶの？ウェンディ？ウェンディ、魔法の粉かけられちゃう？魔法の粉かけられ飛べるように。なんだっけ？ピーターパン。なんかスノーボードとかうまそうなイメージだけど、私スノーボードできない。スキーはできるけど。次の単独イベント会うときは友達連れていくね。興味あるって人何人かいる。え、そうなの？ぜひ連れてきて。全然連れてきて。おすすめしておいてください。そう、おすすめしてくれたひーさんが大好きになる。ここからネバランドに行くのが、これからネバランドに行く。レッツゴー。南の星に目指して。友達連れて行きたいから大阪いっぱい来てもらって。大阪いっぱい行きたいですが、今度は行くのは北九州福岡か。私が行くのは、私はなおちゃん一筋だよってね、一筋って昨日言ってくれてたね。一筋でいいんだよ、一筋でも全然好きだよ。俺の友達は冬生まれの月って名前を、じゃあそういうことです。あまり関係ないのかもしれない。妹を高根子にファンにしたいけど二次元しか興味ないから、いやマジ騙されたと思って、そうマジ二次元だと思って見てみみたいな。ハニーワークスって知ってるでしょみたいな。ハニーワークス知らない？二次元なら知らないのおかしくないって言いながら、ちょっと地味にちょっと上からこうズカズカ言ってくのはどうでしょう。やばくない？知らないのよ。ちょ、最近流行ってんだよとか。もはや流行ってることにする。村重、含めて11人。含めて11人。あーね。村重アナさん含めて11人。確かに。アンバサダー。スペシャルサポート、サポーターになってくれた。あ、そうだ。あれだ。こう今から私が喋るセリフをみんな画面録画をして、友達に見せる。やっほー、金杉直だよ。みんな、これは今目の前にいるそこのあなたに言っていますよ。絶対に高野なでしこと検索しなさい。まあそんなことじゃ多分検索しないと思うから、気分が乗った時に検索する感じでよろしいお願いします。約束っていうか、約束しないと多分呪われるから気をつけてね。バイバイ。これ送ってね。高山しがりさん、箱推し OK なんですね。箱推しの方が多分みんなも喜ぶと思うな。これはみんなも喜ぶと思う。なんか楽しも喜ぶと思うけど、全然喜ぶし、私とかも全然嬉しいし、もちろん大好きだし、大好きなの変わりないけど、なんか発行してもおかしくないと思うっていうぐらい、みんな魅力的っていうことを伝えたかった。みんな魅力的なの。これがメンバーが言うのもあれだけど、みんな魅力的なんです。これがしかも10人といるなの、そこが推しのポイント。絶対あれ、キズキ選手と絶対、この人と絶対性格合わない。キズキ選手と絶対性格合わないんだけど、この明るさ何、このテンション高すぎないみたいな感じの人とかは、もしかしたらほら10人の中に1人推しができちゃうかもしれない。キズキ選手と合わなくてもそういう感じ。キズキ選手はソリかボボボ分かんないけど、ソリーは乗ったことないで、好きやのやる。ピーターパンはモモラなわけ。ピーターパンがモモラなの。ウェンディーがモモラちゃんじゃなくて。タコネコちゃん言われなくても見てれば発行しになっちゃう。間違いない。まあまあ、初心者の方は最初は YouTube の、タカネのなでしこの YouTube の一番最初からも見ていくのをおすすめします。一番最初からね。はじめましての方、はじめまして。気づきです。うちの妹は4月生まれの月だとは、あらまじゃあ関係ないじゃん。みんなあんま関係なかった名前。僕は2人、なおちと弟です。ありあり、全然ありだよ。友達にタコネコちゃんおすすめしてるのに全然聞いてくれん。聞け聞けボケって言っといて、口悪くなっちゃった。やばい。愛知も来てね。名古屋系のさ、愛知とかそっち系のさ、静岡とかあの辺も行ってみたいね。
え、知らないの的な感じで高根ファンクラブにすごいね、よしふみさん。それは怖くない。気づき優しいもん、多分。なんかの催眠なんかの催眠で北風と太陽の北風パターンや仰ぐ、寒くさせる。ミュークックルの配信始まっただそうです。日付はもうそろそろ配信を終わるでしょう。最後の方、脅しじゃないよ。脅しと聞こえたんだったらそれは気のせい届いた犯人、この子怖いね。怖くないよ、怖くないよ。私は優しいと言われる、よくだから怖くないと信じてる多分さ、思考回路がさ、あれなんだと思う。あのほら、ホラー系とか好きだから、そっち系の考え方になっちゃうもん。基本発行し、渋谷の大型ビジョンとかで流れたらどうする。木月選手、高野なでしこの木月選手登場、顔写真バン決まりする。どうしよう。だったらポスターとかさ、そっちの方で可愛い写真でこう、モモナのあの生誕のやつみたいな、あんない感じのがいい可愛い感じで可愛い感じで、一応可愛いの好きだからね、一応ね。コートグワングワン握りしめてるわコートグワングワン握りしめ、グワングワンってどういうこと。高い子みんな可愛いし、レベル高いよね、自慢できる。本当そう言ってもらって嬉しい。なんかちゃんと自慢の推しですって言えるように私もなりたいので努力し続けます。日月ちゃんはウェンディー固定です。あ、私固定されてんのウェンディまさかのティンカーベルとかじゃないの。みんな個性的で魅力いっぱいだから、たくさんの人に知ってもらいたい。私もそれはすごい同じ気持ちです。なんかメンバーみんなが可愛いし、本当に素敵だからこそメンバーの自慢です。なんかマジ来て、俺全然話す案内してくれんの。私の高猫ちゃんとは TikTok が始めましたと。え、じゃあやっぱ TikTok か。そうだね、頑張ろう。私だってあれだもん、マジ謎動画この前あげちゃったよ。間違えてじゃないけどあげるものなくて。名古屋来てほしい、名古屋来たいの。総選挙シエさん、20号ちゃん、かきやきだぼし、ありがとう。はじめに高猫ちゃんをシチーフでキャラクター作ってほしい。あ、そしたらあれかな、二次元系好きな人にもモテるかなモテるかなとか言って。でもハイタちゃんの時メンバー近くで見てみんな可愛かった。やっぱり生で見ると全然違う。え、なんかやっぱ生と配信とか写真とか全然違うよね。生がいいとそう言ってもらえるのは嬉しい。なんかでもやっぱ直接会ってくださってる方とか、やっぱそう言ってくださる方がやっぱ多くて、直接会った方が可愛いとか言ってくれる方が多くてすごく嬉しいですね。でたまに言われたりするもん、もう画面に映るな漏れないから、画面とか写真だとほんと可愛くないから、実物の方が可愛すぎるから、まあ、実物だけで生きていこうって。それじゃあ拡散できないじゃんと思いながら。なおちゃん自慢の推しです。自慢の推しになれるように頑張ります。選手の写真、衣装と私服どっちが燃えてると思う。え、どっちが燃えてると思う。どっちがいいの。うん、場合による。あとは角度と照明と、あと昼か夜か。ティンカーベルはリジです。あ、なるほど、もうカズピカイさんの中でもいろいろ役職決まってる系ね。メンバーみんな可愛いよね。でもやっぱりキリキ選手ばかり目いくのよね。ヒーさんはちょっと私の魅力に惹かれてしまっただからだよ。すかさず名前呼んでくれて嬉しかった。いや、名前呼ぶよ、フーリーさん。今も呼んじゃう愛知来てね、愛知行きたいな。僕が、ナオチが一番可愛いです。誰よりも100人初見で初見じゃありません。ジュニア、こん
だけ被らないのも逆にすごい。確かに10人めっちゃバラバラだもんね。確かに。なおちゃん生で見たらより大好きになりそうで怖いです。大好きでいいんだよ。私はもっと、もう今は大好きだけどもっと大好きになるよ、じゃあ。21日チケット出ました。おめでとう。あ、そうじゃん、あれだ。チケ発がありました。あります。今、もう出てる。画面も変えるけどね。ほんと？なんか写真が漏れないんだよね、自撮り写真。自撮り写真が漏れるようになりたい。直接会うとみんな小さい女の子だなって感じ。あー、身長153センチなんですけど、想像できないよね、確かに。なんか大体これぐらいみたいになっても、実物がどんな感じかって。で、配信だとさ、なんか身長とか余計わかんないしさ、顔とかもさ、大きさとかもさ、わかんないじゃん、どれぐらいか、実物が。だって画面に近づいてたら顔大きく見えるし。あ、て、丸輪さんから電話があったのね。あ、びっくりしちゃうわ。吉文さんじゃないんかい。いつでもどこでも可愛いよ。いつでもどこでも可愛くいられる女子になりたい。いつでもどこでも可愛いって言われたい。可愛いって言われたい。だってめっちゃ美人だもん、ゆう。ゆう。So thank you。 21日はチケット取ってきた。おかえり。ありがとう。ありがとうございます。実物がそんだけ可愛いのか、一生気づき、見えるのが楽しみ。見てもろて。初めて見た時からずっとなおちゃんにしか目がいかない。そう言ってもらえて嬉しい。みんなを虜にできてないな。反射が上手いですね。今のリアクション良かったです。本当？反射系、私さ、本当どうしたらいいのかよくわかんなくて。よくわかんなくて、本当によくわかんなくて、いろいろちょっと見てた甲斐があったから。お顔的には身長160センチ、153センチです。150センチと思ってても過言ではありません。150センチぐらいです、なんなら。なおちゃん、私より背高い。え、どれぐらいなの？すーちゃんと同じぐらいなのかな。自撮りはこの時間って好きだけどな。ほんと？今日の服装があれだね。幼く見え。いや、親も撮りましたよ。ああ、よかったよかった。中のチケット撮った。おい、ちびたまさんも撮れた。今アプリ進化して結構漏れますよ。それが、みんなが漏れるって言ってるアプリを入れて、私もやってるんです。やってるんですけど、漏れないんです。なんか。私の前のツイッターのアイコン自撮り大好きすぎたーで。あ、あれ？ほんと？あれ漏れてた？嬉しいな。覚えてる。あのアイコン。配信でもわかるぐらい顔の小ささ。だって顔が豆みたい。褒めてるかな？豆。豆です。アクティーさん可愛いけど。生大好きチュッチュは釣られます。生大好きチュッチュまた見に来てね。やるよ。小動物館が好きだな。小動物。あの、今のはハムスターの種食べてるシーンです。ブチブチに可愛いのはもちろん好きだけど、不意に来るナチュラルが一番キュンときます。ナチュラルって何なん？私ナチュラル、どれがナチュラルか分かんないんだよね。分かりません。なおちゃんからファンスはすごく嬉しいんだ。私ファンスできてるかな、してるつもりなんやけど、できてるのか不安。今日少し大人な気になった気がする。見た目どうした？え、逆じゃない？メイクの問題か、それともパッツン前髪になったのか、それともツインテールだからが、服の問題か、やっぱ。でも今日地雷服系です。149センチ。え、スイちゃんと同じぐらいだ。可愛いは正義でしょ、小さいは正義でしょ、でしょ。重たいが、重たい愛は私ちょっと重めなんだよな。私が重めなんよな、みんなへの愛が。監督への愛が一番多分重い。名前大好きチュッチュ、私もされたいです。あったらしよう。言って、言ったら一番する。一番分かりやすくできる。
生大好きちゃ最強すぎて一生求めちゃう。そんなに好きかみんな。LINE をしちゃうぞしないと思うけど LINE をしちゃうぞ。パジャマ気づき、パジャマ気づき本当あれだからな、あれ絶対嘘だもんあれ絶対嘘ですよ。あんなパジャマ着て寝るわけない。私がね、他のアイドルさんとかは違うよ、ちゃんと着てると思う。私はあんなパジャマ着ない私は着ません。私は T シャツ1枚ダッサイズも着て寝てます。なっちが俺ののんびりますけど、そのままで自分可愛い。え、でも本当に自分がアイアンになる。なんか乗せるときに、なおなおいつも元気ですね。あ、元気だよ。なおさんの貯金欲しいです。どういうこと？私の貯金？貯金が欲しいの？お金が欲しいってこと？どういうこと？いじめでいっぱいやってくれてありがとうって。もちろんだよ。知ってほしかったら、してほしいって感じだったじゃん。あやいさん、あ、だるまありがとうございます。雰囲気ね、あ、雰囲気が大人っぽいの。あれ、今日大人っぽいらしい。おめでとう。嬉しいな。ホキさん間違った。おうおう、自己紹介お願い。間違ったのね。大丈夫。自己紹介、初見さんもきっとここに今いるだろうから。こんにちは、キズキです。よろしくお願いします。はい。キズキです。キズキですって伝わるかちょっとわからないので、キズキのことを知らないって方は絶対ツイッターで調べること。ツイッターのフォローお願いします。お、気が合うね。ハムちゃん、無意味な尻尾が好きやね。ハムちゃんの無意味な尻尾、確かに。でさ、人間もあれなんですよ、なんか骨あるんでしょ、猿のその尻尾だった骨が。おもろい、投げ飛ばしちゃうの、金属バットで。やめてもろて受け止めてよ。キズキ選手に会うために黄色の服買ったんだけど、マジで似合わなかった、どうしよう。大丈夫、黄色はね誰にでも合う服なんだよ、マジで。これはね、言える。似合うとか似合わないか、黄色は誰にでも合う色です。昨日も行けなかったかな、また会うときは絶対撮れます。え、あ、そうじゃん。そう、何人か、オーリーボックス撮ってくれてた方で、来れなかったり、なんか休養とか、なんか通信環境的に無理だった方が、何人かがいらっしゃって、次の目標はそうですね、そういうのがないといいなって思いますね。約束だからね、言ってね。たまたま今までのおしめみんな153cm。 え、私も 153cm。 え、すごいね、合うんじゃん、私とやっぱ合うんだ。街中でオタクと遭遇したらどうする？街中でオタクと遭遇したら、オタク？ファンの皆様と遭遇したら、どういうこと？どういうこと？遭遇したら手振る？振るんじゃない？こうやって。やっほーって。絶対気づいてもらえない。あ、でも私絶対気づいてもらえないんだよね、外にいて。気づいてもらえないのはなぜかっていうと、これはねあれなんだけど、本当に今可愛い格好したり、今日とかは可愛い格好してるけど、毎回本当に全然違う服着るんだよね。本当に3ヶ月ぶりに着たとかそういう感じのレベルで、めっちゃ全然違う服着るし、なんかオンオフの差が激しいみたいで、本当に T シャツでズボンとかすっごい、なんか誰も話しかけるなオーラを出してるぐらいひどいダサい格好をして街中歩いてる時もあるんで、そもそもで気づかないか、気づかれないか。じゃあリアルパジャマの写真あげてもらって。リアルパジャマやばいよ、本当に本当にドン引きだよみんな。QO 生大好きチュッチュ、 QO とりあえず配信でチュッチュ CD、 可愛さがレベチーだから今のアプリではこれ以上漏れないんだねって。でも本当に漏れたい。1円玉ください。どういうこと？1円玉ください。1円玉、1円玉。おお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 お
汗汗、1円玉1円玉1円玉、どうぞ。なんでですか、投げ飛ばしたいんです。なんでですか、なんでなんですか。昨日お話し会行きたかったな。お話し会次もみんな待ってるよ。今度会ったら大チッチしてもらおう。言ってする。次はペナ黄色しか振らない。ありがとう、黄色見つけるね。環境悪かったけどなぜかできた。環境悪かったけど、あ、でも全然聞こえた。でもみんな結構環境悪かったよね。お話し会行きたかったけど仕事で行けなかった。ピエンピエンピエン甲子園。直接会うとお話し会もしたいですね。直接会うお話し会ね、確かに直接会ってお話ししたいね。またテスト前だから来た。あ、またテスト前なの。え、この前テストじゃなかった。そう、学生さんはあれか、大変だね。これぞ気づいて、気づき、気づく努力をする。気づき、単純に世間の平均身長153センチだったりして、それが、ね、身長ね、女性の方身長157だったり、そういうぐらいなんですわ。160ぐらい間違えて固定、違うの送っちゃった。え、あ、固定分違う。まあ人間誰しもがね間違うことがあります。え、ドン引き、茶色服着てるの偏見。どういうこと、茶色服着てたらドン引きしちゃうの。違うよ、私本当にダサいんよ。色あせた T シャツだし、色あせてるんですよね。色あせてるし、本当に見せられない格好してる。本当にパジャマ着てないしな。今日行った台湾ライブでなおちゃんの前世ちょいじの人がいて、ダンスめっちゃうまい子でしょって。え、そうなの、そんなこと言ってくれてたの、嬉しいな。可愛くなりたいから服装真似したいと思ったけど、毎回違う服装だから真似できないなって思った。あー、いろんな服着るもんな、本当に。確かに一番でも着る服、でも私の集中って言ったらやっぱ黒色だから、黒のフリフリ着とけば気づきっぽいんじゃない。でも最近カラフルな服を着るようになった。なんか写真が黒だけじゃつまんないからと思って、黒以外を買うようにしてた。なんか黒服が少なくなってきました。よく4年もほど前までは握手会とか普通にあったから、そろそろあればいいなと願ってます。確かにコロナがね、コロナのせい、コロナのせいです。前世をする人、気づきは前世は何、前世は何、前世は、前世、おう前世もアイブなんじゃね。シャメかおいしい。あー、シャメね、こうやってパシャってしてみんなのそれぞれのアイコンに。生トーク会しばらくなさそうだから、今度はステージ上からの大好きチッチお待ちしてます。わかった、ステージ上からが一番やりやすいかな。私茶色服バカかも。え、茶色服おしゃんじゃない、中間から期末は早すぎる。あ、そうなんだ。そっか、もうテストなんて全然やってないもん。服どこの可愛い買おうかな。服、これはあれです、あの渋谷の109で買いました。渋谷の109のどこ、マーズ、あのリズリザとかアンクルージュとかも多いですね。パジャマを着てない、パジャマを着てない、そう聞こえた。ちょっとバレちゃった。こーん、ホワイト終わって間に合った、セーフ。もうそろそろ切る予定だったからセーフ。犯人は終わりにしようかな。大好きってまたうちは見つけてね。もちろんだよ、目が、私の目が本当に見えるところまでなら見えるところまでなら本当に頑張りますよ。白の服なら色褪せない。あ、白ならね、でも透けるやん。握手会が欲しいですね。握手すると割と話しそうなので、恋人つなの。私服の写真もっと見せてよ。え、私服の写真載せてない、うちそんな少ない、もしかして。汗汗、載せるつもりだった。ちょっともっと、わかりました、載せます。年間服増えるって本当、どういうこと、年間服が増える、
分から黄色の服が増えるんですか。私黄色の服全然持ってないな。前世は多分鳥、間違いない。それが一番しっくりくる。俺が今169とか168とかだから平均届いてないの。俺大人になってまだ伸びると頑張ってる。私も身長160行きたかったのに身長153で止まりました。あややさんフォローしてくれてありがとうございます。キュンです。前世はベムスター、やっぱそうか、だから今もベムスター。塾かかってきた、お疲れ。テストの点数は受験はよくと思う。大丈夫。え、待って、でも待って。何受験だ？大学？専門学校？大丈夫だよ。大丈夫だよ。大学も専門学校も行ってないです。勉強すーちゃんに教えてあげて、今テスト中。あ、言ってたね。私、勉強聞いちゃいけないでしょ。一番間違ってる。一番ダメだよ。服かわいい。今日フリフリ。かわいいポーズして。私のかわいいポーズさ、何人かに言われたんやけど、どれですか？かわいくポーズしてと言われた。かわいくしてもいい。しんさん、ハートありがとうございます。昨日は本当に幸せだって、ありがとうって、ありがとう。握手会は、いや、お話が良いです。握手は、握手よりお話。見えないときはなおちゃんもメガネかけてます。やっぱメガネ、私でもメガネ本当に合わない人なんだよね。鳥はなんだろう、インコ。鳥はどの辺の種類だろうね。ペンギン、ごぼくした。個人的に茶色いセーターの自撮り持ってほしい。あー、あれか、確かに。あれね、あれ次いつ使うんだろう。あれいつ使うんだ次。今もう茶色いセーター服乗せられるのがあるね。あるわ。乗せろ。じゃあ選手と恋人つなぎとか絶対惚れるやつやん。せめて155欲しかった。わかる、めっちゃ155欲しかった。大学受験だよ。でも、大学行ってないからちょっと。いける、ケイ君ならいける、いけるよ、大丈夫。気づきの謎の根拠のいけるの時はいけるから。こういうとつなぎされたら吠えてもらえやろうってなりそう。惚れろ。惚れるんだ、ひよこ坊主。あ、分かった、ニワトリだ、やっぱ。やっぱニワトリでした。前世はニワトリ、鳥の中でもニワトリ。選手と恋人つなぎしたい人生だった。でもコロナのあれがもうそろそろ結構ほら緩くなってきたから、握手会とか恋人つなぎできちゃうかもしれない。ガスさんこんばんは、はじめまして、わしわしおい。パンチャーさん、はじめまして、わしゅわしゅい。はじめましての方、こんにちは、気づきなおでよ。勉強苦手、苦手。握手いいね、するな、ベキさん。握手してお話ししたい、握手してお話ししたい。マジコンボあるといいな。ね、お話ししたい、お話が一番楽しいもん。わしわし言ってくれてありがとう、みんな。鳥はやっぱスズメじゃね、やっぱスズメ。握手あがてで、お読めない。わしょわしょいてくれてありがとう。はるちゃんこういうつなぎしてた、りちゃんとはるちゃんこういう、あ、これでしょ。私もメンバーとこういうつなぎして写真撮ろうかな。ダメだ、ウェウェしちゃう。ダメだ、想像しただけでウェウェしちゃおう。言動がやばいんだよ。うひょひょしなかったらいいんだよ。それを言わなければいいのか。そういえばフィルムレード見たって言ってたね。見た。面白かったね。ハイタッチ会、オーナーに恋人つなぎされたーって。黄色いからスヌーピーのウッドストックかな。スヌーピーのウッドストック。あれか、わかったわかったわかったけど。分かったけど、あれあれっているだけだと思って。
一番最初に出てくるのがペンギンって、せめて150欲しかった、なおちゃん分けてって。伸びるよまだギリギリ伸びるって。あ、私もあれだ、あ待って、でも149でしょ。足引っ張ってもらおう、足引っ張れば1日ぐらい身長が1センチぐらい伸びるかもしれない。根拠ないかもしれない。なおちゃんに応援されたら何でも頑張れる。なおちゃん応援するじゃん。ルシエさん頑張れ、頑張るんだ。確かに鶏だわ、鶏だよね。高橋の私はなんだ、星になっちゃった、急にどうした。やっぱ鶏、若ち子、若ち子と鶏同じ。小さい子の方は品数な、それ若ち子、若ち子ハイタッチみたいに手袋でいいから握手会してほしい。あ、ハイタッチ会みたいな感じでね、間違いない。トサカが見えた、トサカ、トサカって何？ティーガさん、トサカって何ですか？やっぱり鶏の動きじわる、じわる。でも鶏って言ったらやっぱこうでしょ。ちょっと綺麗いい感じで。おんぶしたかった。みんな次会った時はぜひまた気づきとしゃべりしてね。3歩歩くと忘れる鶏、そう、3歩進んで2歩下がる。だから1回忘れて、忘れたまま進む。世界一かわいい鳥類、世界一かわいい鳥類鳥の中では一番楽しすぎて景色とハイタッチした記憶が飛んでる。え、記憶飛ばさないでよ、大事なとこ。だから卵が割れたんですね。明日からコケコッコって言って起こして5時起きなんで。え、マジむず朝5時なの、すごっ、おめでとう、おめでとう、違う、すごい、すごいですね。私は絶対朝5時、なんか高校通ってる時ぐらいしかできなかった。今じゃもう絶対無理。牛乳飲めば伸びる、牛乳飲んでも伸びなかったの選手はまだ伸びるでしょう、ね、それが選手止まった。中学2年生で止まりました。20歳までは伸びるって聞いたから頑張ってる。え、あと 2年ぐらい。私スーちゃんに追い越されないように、スーちゃんに追い越されそうスーちゃんだってまだ止まってないじゃん。コキだ、ありがとう。これスティック153センチでいてね。もう私あの153センチから止まって数年経つので多分伸びません。私最近身長2センチ伸びた。いい、羨ましい。おー、なんで？庭には庭には鶏がいる。チキ飼いとかしてほしい。チキ飼い？チキ？チキに需要。鶏あったん？その動きおもろい。孫になるから。孫になるから。つづ。足引っ張って身長伸ばそう。トサカ、上の赤いの。ああ、私ほら、オスじゃないか。さてと、皆さんもうそろそろ22時半になりました。キズキのチビのところが推しポイント。ちっちゃい、ちっちゃいですか。ちっちゃい割に、いろいろちっちゃいから。手もなんか大きいですねって言われるけど、配信で大きく見えるだけで、実物多分普通にちっちゃいです。わ、コキさんハート100個ありがとう、受け取れました。シールさん黄色いペンライトありがとうございます。さて今日も今日撮ってありがとうございました。ちょっと全部のコメントはこう読めなかったけど、目には入れた目には入れたから、じゃあそういうことで皆さんランキングを読んでいきたいと思います。ふぅー、パチ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 。団長の方呼んできます。13位田中さんありがとうございます。今日も来てくれてありがとう。12位ハルクパパさんありがとうございます。最近静かね。11位シズさんありがとうございます。来てくれてありがとう、本当コメントもたくさんありがとう。10位コキさんありがとう、ハートめっちゃもらったから
ハマモモーバさんが9位、9位です。ありがとうございます。いつもなんだかんだ壇上に上がってくださって。8位、ニッキー。ニッキーありがとう。昨日今日いろいろ引き続きニッキーありがとう。7位、つかささん。つかささんありがとう。うちは完成したみたいで見る。6位、よっちゃん。よっちゃんありがとうございます。大好きっちのやつ。5位、 TM さん。 TM さんありがとうございます。心の底からのありがとうございます。ありがとうございます。どう4位、ルイセさん。ルイセさんありがとうございます。ルイセさんも昨日今日に引き続き、そしていつも私に愛をくださって。で第3位、ヒーさん。ヒーさんありがとう。今日もコメントもたくさんしてくれてありがとうございます。ニッキーの友達ということで。第2位、ライトさん。ライトさんありがとうございます。ライトさんも今日も輝いていたライトさんは今日も輝いていた。2位にいる。ありがとうございますそして第1位はドゥル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 バン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 ドゥルン、なんかさんです。今日は1位キープです。今日も1位、無理してダメよ。ありがとうね、なんかさん。本当にありがとうございました、なんかさん。タワー素敵なシンデレラの馬車をくれて嬉しかった。じゃあねー、コメントを最後に読んで、カウントカウントカウント、5、4、3、2、1、またねー。ハートです、これ。ハートですまたねー、ありがとうございました。